皇帝を踏み荒らす者、それはレイタ君とイリュス君だよ。始めましょう。刹那圭介です。さて、お茶会のお知らせだろ。電話つながりそうにない。やっぱりか。さて、どんどん調べていきましょう。お、引き出しの中に何か入っている。え、何？なんで、宝石とか？え、指輪とか？ああ。あ、そういうとこに隠すタイプの人だったんや。そうか。ドレス。T シャツ。ドレスと T シャツ。なんか並んどったらなんか違和感あるな。庶民とさ、お金持ちのものを並べる感じがしてさ。左行こう。あかん。右行こう。おっと、こっちは来た。あ、鍵開けたんか、これ。なんか、すごいな。だな、いい香りがする。食材がたくさん入ってる。トマトだな、これ。あ、もしかして学校にあったトマトってお前らが支給したんか、こっから。はあ、ごめんな。なんかやたらさ、学校におる人がさ、踏みつけていくんよ。粗末にしようってな。人からもらったのに粗末にしようってな。暖炉があって、これはなんだ。もう戻る必要はないんだ。ああとノータッチで行くけどな俺あえてノータッチで行くけどね今は食材がたくさん入っている。なんか洋風な感じがするんよな、この木箱に詰められてる感じとか。いい調理道具がほったらかし。ケーキ作ろうとしてるか、これもしかして。あ、まあどうだ、この館の人も。館な、これ瓶に入ってくつけの中にある。飲んでみようか。やめとけ。それも大体ダメなパターンが多いんじゃけど、セーブしたから飲むからね飲もう。お酒なんだか、とても元気になった。やった、なんか知らんけどやった。よい、いい方向に向かったなんだ、飲んでよかったパターンでないか元気になったって何が元気になったか知らんけどな。股間が元気になったとか言うたらさ、お前やめとけよ。下ネタじゃねえかって言うてさ、しまいには言わせねえよってなるけんな。我が家になるけんな、我が家に。先に道がないようだ。先の学校というさ、上に登るところに道を作らないあたり、どうかしてるぜ。じゃあどうする、何かあるかな。あ、なんこれ、ティーカップが置かれている。取っていきますか。あー、何のためかわからんけど、ティーカップ、ティーカップ取ったってことはどっかになんかあるんかな、飲み物が。ある、飲み物ある。あ、解放の、あ、これは解放アイテムに関係ないか。ティーカップ、ワンポイントの入ったカップ、ワンポイント、あ、柄ねじゃあどうすればいいのかな。ああ、そうか、酔ったわ酔ったわ、これお茶会のお知らせ酔ったわ。そうだ、ティーカップってここで出てきたんだ。ああ、なるほど。お前ら何を、俺らをお差し置いてパーティーしょんねん。俺も混ぜろや。お茶会ってこれのことですかね、みたいやな。でもあいつらあまりいい住人じゃないです。むしろ険悪ですよ。やめておいた方が。バロー、こういう時にこそさ、好感度っつうかな、こういう親睦を深めてな、仲良くなるんが人間のいいところなんよ。お前には分からんわ。だって友達いなさそうだもん、お前。お、あ、レイトさん、待ってましたよ。え、お前、俺のこと知ってんの？おかえりなさい。レイタさん、もうなんでまたそんなに暗い顔してるの。あ、ほらほら、夕食の準備できてるから早く食べよう。あれ、ちょっと待って、お茶会じゃないの、普通に晩飯食おうとしてるな、お前。それでその後は、ほらほら、突っ立ってないで早く座りなよ。なんだかんだ言って今の生活が一番いい。ここにいれば何も困らないし、ここに来てよかった。そうだよ、みんなそう思っている。
昔のことなんて全部忘れよう。もうあんなことは。なんだこれ。え、ちょっと、だからそいつらは。普通に楽しんでるやないか。イリス、お前も普通に楽しんでるやないか。なんだったんや。え、ちょっとって。え、ちょっとって気が引けるけど、意外と参加してみたら楽しかったパターンだやんか、お前。イリス、お前意外と人見知りか、そういうタイプだったのか。だからちょっとマスクつけとったんが、顔全部見られんように。レータが前食べたいって言っていたお菓子、用意しておいたよ。使いだけで食べてね。おぞーす。まずい。なんだよこれ。この世の食べ物なのか。そんなにえげつない味がしたんじゃ。こういう世にあってはおかしいようなレベルだったんじゃ。どうしてあんなうまそうに食べるんだ。え、お前の味覚が悪いとかそういう話じゃない。まあ仕方ない。あまり逆らうと消されてしまう。少し我慢しよう。デンジラスの立場でお茶会やんよんか。ねえレイタ君、最近嫌なことはない。え、嫌なこと？そうっすね。俺の後ろについている隣のやつがさ、だいたいさ、なんかムカつくことを言うことですかね。そうかい、いつも相談になるよ。嫌なやつはいない？嫌なやつ？いるってことにしといた方が面白い。そいつ、いなくなっちゃえばいいのにね。すごい、えげつないこと言い出しとる。何か困っていることはないんですか？あ、それはないんですな。そうですか。それを聞いて安心しました。レイタ、ずっとここにいようよ。いや、俺夢の世界から出ていきたい。どうして？楽しいとは思わないの？そこにいれば好きなものは何でも手に入る。好きな人にも会える。好きな場所にも行ける。だからずっとここにいよう。嫌なことを全部忘れてさ。みんな、みんな、みんな、一緒。なんだ、みんな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 、って、ドブロックやないか。女、みたいな感じで言うな。みんな、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 みんな。これは、飲まれてしまうかな。まあ、それでも別にいいかも。あ、そういえば、なんか邪魔なのがいると思ったら、あんたが、来いないね。イリスのことが。イリス、お前邪魔者扱いされてるな。お前何やらかしたん？友達 の耳の隣で爆竹炊いたとかそういう話じゃない。気づかないふりしてただけだろ。こんなまずい料理出しやがって。こいつらと何かあったわけじゃないのに、いつも嫌がらせをされる。だから俺はやめようと言ったんだ。なんて名前だっけ、忘れちゃったな。ああ、こいつの名前サダノブ。すごく素敵な名前だったと思うよ。本人はそれとかけ離れてるけどね。え、名前サトノブってそんなに素敵な名前だったっけな。なあサトノブ。あ、間違えた、イリス。いい感じの反応ありがとう。こいつは醜い人間さ。いつも周りに仲間がいるって勝手に思い込んでる。どうしようもないやつ。誰かが自分より劣っていないと気が済まなかった。だからあの子をいじめていたんだね。本当に最低なやつ。かわいそうに、あんなに優しいあの子が顔が傷だらけだったよね。君のくだらない理由でさ、謝ろうともせずに。いいです、お前どんなことやってきたん。これ聞いたらお前が悪の者にしか聞こえんようになってきたけど。お前はいらない。早く消えてしまえばいいのに。そうだ、お前なんか消えてしまえばいい。消えろ、消えてしまえ。レイダもそう思うよね。な、俺に振るな。確かにそうだ、しか選ばんのか。レイダ君もレイダ君やぞ、お前。一人な、お前。もうやめろ。レイダ君じゃないわ。イリス君。レイダさん、あなたちょっと頭がおかしくなってるんじゃないですか。俺もちょっと思った。なんで選択肢が確かにそうだしかないのか。あなたは夢から目覚めたいんでしょ。だったらこんなことしている場合じゃないです。もう行きましょう。早めにそいつらも消しておかないと。カップの底に何か入っていた。持っていこう。危な、もう少しで飲み込んでしまいそうだったじゃないか。危な、
というわけで次の部屋に行けるってことで、これかな。あ、開いた。書斎。書斎、書斎、書斎、書斎。なんか、ちょっと最初からやめて。お湯の鍵手に入った。ちょっと待って、読もうと思ったのに何お前邪魔するん。どうして僕がここに来たかわかりますか？金持ちにたかるためじゃないの？まあ、わからないでしょうけど。あ、違うん？望みを叶えるためです。え？だからさ、なんか、いろいろたかるためじゃない。僕ら弓の住人には、あなたのように力がないんです。あの通り弓を変えられる力が。おう、ただ、一つだけ、僕らにも望みを叶える方法があるんですよ。おう、もうじきわかります。僕が何を望んでいるかね。鍵を6つ揃えたら2階に向かいましょう。オッケー。こいつの叶えたい願いって何だろうな。女の子とイチャイチャしたいとかかな。アリスと書かれた青い表紙の本がある。ある町に美しい少女がいました。少女は笑顔が可愛らしく、とても優しい性格だったので、町のみんなから愛されていました。そんな少女に恋をした青年が少女に告白をしました。青年は熱心で一途だったので、断られても決して諦めませんでした。おう、しかしそれを少女は断り続けました。そしてある日、鳥のようにどこかへ遠くへ飛んでいきたいと知り合いの魔法使いに打ち明けたのです。魔法使いが出てくる話なんで、少女に大空を渡る力を与えるため、魔法使いは魔法の先を少女に3回振りかけました。そのうちの雫がこぼれ落ち、町には少女のような美しいアイリスの花が咲いたのです。え、少女がどうなったかという話は、マリーゴールドと書かれたオレンジの表紙の本がある。話全然変わったぞ。ある日、一人の女性が町で見かけた男性に恋をしました。しかしその男性には恋人がいたため、三角関係になってしまいました。おう、よく韓国ドラマのであるパターンのやつかな。女性は二人の関係を羨みました。ある時は恋人を殺してしまおうと考えることもありました。病んでるじゃないか。そんな日々を送る中で、女性の嫉妬心は強くなり、クリージにしてしまったのです。えげつないな。やがて女性は生まれ変わり、マリーゴールドとなって地面に力強く咲き誇りました。なんでこの話全部、どんな結末になっても最後に花が咲くようになったんこれ。水仙とかが書かれた黄色の表紙の本がある。ある森の奥に美しい青年が住んでいました。彼は多くの女性に愛されても自分からは人を愛しませんでした。愛して愛されていいのは愛して愛する人間だけで、もういいや。なんかルルシ的なことを言おうと思ったけどミスった。同じ森に住んでいた少女が彼を好きになった時も、青年は彼女に冷たくしました。少女は悲しみのあまり病気になってしまいました。どんだけ気にやんのやろ。多くの女性を悲しませた森の女神が青年に送り、人を愛せないのなら自分を愛していればよいと呪いをかけました。すると青年は自分に恋する苦しみのあまりに痩せ細り、水蓮の花になってしまいました。なんでだ、なんでだ、どうしてだ今のは。なんで水蓮の花になったんだ。痩せ細りは部分はわかるよ。まだ俺は知らない。夢からどうやって目覚めるのかなんて知らない。どうすれば、一体どうすれば。もうやめてくれ。花にはならないんだね今回は。追いかけられる夢は不安や悩みを抱え、何かから逃げているということ。夢の中の他人は自分自身の一面でもある。何かと戦う夢は意欲があり、前向きな気持ちの表れ。死に関するような夢はその人の変化を表す。ほう、普通夢は起きてからすぐほとんどの内容を忘れてしまう。ただ起きてもはっきりと内容を覚えている場合もある。うん、実像は夢の住人の一人だが、消してしまうと大切なものを失ってしまう。自分の心の中に留めておかなければならない。大切なものを失いまくりやん俺。それだったらめちゃくちゃ殺したもん。夢の中で出てくる顔は必ずどこかで見たことのある顔であり、実際に存在しているのだ。あ、よく聞く話やな。スノードロップと書かれた白い表紙の本がある。
ある雪に、ある冬に旅をしていた兄弟が、雪が降りしきる中、動けなくなってしまいました。二人はあまりの寒さに絶望してしまいました。食料も残りわずかで、もう心のまま死んでしまうのではないかと泣いていました。すると一人の天使がやってきて、もうすぐ暖かい春が来ますと、雪に息を吹きかけ、スノードロップの花に変えたのです。破天荒やな。さっきから花地がどんどん破天荒になっていってるね。カーネーションと書かれた赤色の表紙の本がある。結婚したばかりの若い娘は戦争のため夫と別れなければなりませんでした。いきなり幻想的な話からちょっと昔の日本みたいな話になってきた。夫は娘が胸につけていた白いカーネーションの花を自分の胸につけて戦争に行きました。その後夫は戦死してしまいました。亡くなった夫の胸には血に染まって赤くなったカーネーションの花がありました。娘はその話を聞いてたくさんの涙を流しました。赤いカーネーションは夫の娘に対する深い愛情を示していました。これはまだなんか悲しいながらいい話のような気がする。チューリップと書かれたピンク色の表紙の本がある。ある王国にとても美しい姫がいました。姫は3人の騎士を虜にし、3人皆からプロポーズされました。騎士たちはそれぞれ自分の家宝である王冠、剣、王冠などを姫にプレゼントしました。それを取って姫はこの町から逃げ出しましたとか言うたら話が面白いところ。大切なものをもらって姫は彼らの気持ちを思うと誰を断ることもできませんでした。彼女は悩んだ挙句、女神に頼みチューリップに姿を変えてもらいました。なんでなんでって言ってピスタチオって出てくるよ。ピスタチオがなんでって出てくるよもうあ、すいません。そのチューリップは王冠の花びら、剣の葉、黄金の球根を持っていたそうです。あー、3人をチューリップの一部に変えて合体させた感じなんやな。破天荒すぎるな。突然花に変えたりするんや。女神えげつなさすぎだろ。この話の女神なんだこれ。あ、花、さっきの6つの鍵の花じゃないは、これ順番がどうとかいう話が出てくるかもしれんな。というわけで、なんかこの屋敷やたら破天荒なもんが多いなって。イリス君、君なんでレイタ君よりレベルが高いんだお前、わきまえたまえ。よっしゃ、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。あるところに刹那圭介という実況者がいました。刹那圭介はいつも自分の動画がどうやったら面白くなるのか考えていました。それを見た女神は、刹那圭介やそんなに頑張らなくていいんだよと言い、刹那圭介を泥水に変えてしまいました。めでたしめでたし。って、せめて花にしてくれよ。